どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ、間もなくもう転校の日が近づいてまいりました。土曜日、明日デートの前にまずは今日午前授業ですね、行ってみましょう。いやー、でもなんか転校が近くなるとね、やっぱちょっと虚しいものあるなー。まあ、転校した経験がないから何とも言えないんですけど、ずっと本当に俺、小学校から高校までずっと俺地元だったんだよね。まあそうね、小学校から。うん。本当そんな感じなんで、ちょっと、あんま転校っていう感覚がわからないんだよね。何とも言いませんが。おいや、ゆっちゃん、おはよう。先輩、うん。おはようございます。ういっせ。なんだ？俺の顔になんかついてるのかな？あ、運気がついてるのか。なはは。すいません、嘘です。うん。自分でも今何言ってんだろう。本当にね、なんか最近わけのわかんないことを言うんだよな、俺。に、でも、放送外でも結構普通の、こうなんか友達となんか会話してると、そういう時なんか、お前何言ってんのみたいな時々あるもんね。あるもんねって言ってみんな共感できるかって言ったらできないんですけど、休み時間はじゃあ、スナイプール、もう放課後か。土曜日までプールはやんねえだろ。じゃあ2年教室行きましょう。放課後、図書室からの、ちょっと他行ってみようかな、いろいろ。じゃあ、グラウンド行ってみます。放課後。で、それであと河原。これでどうだ？ほい。レッツラゴー。できれば午後とか買い物行きたかったんですけどね。まあ、文句は言えないさ。まずは2年教室前、廊下。誰かいいのかな？はい、後藤さんいらっしゃい。今、イントネーションすごかったね。なんか2年教室前廊下って。2年教室前の廊下。まあ、いいや。あ、そうで。あ、ジャージでいたな、そういえば、ジャージの子が。なるほど。確かに動きやすいってありますもんね。本当に。俺も部屋にいるときはなんか、高校のときとかジャージとかだったわ。うん、部屋着よりかは楽だもん。特に冬はむしろ俺も、いっそ結構、本当に涼しい感じで、パン1シャツ1、パン1はさすがに寝るときパン1だったら風邪ひくんだよな、本当に。あ、なんだ？何してんの？なんかちょっと、いつもの感じで、なんか、凛々しいね。後藤さんか。珍しい服着てるね。え？何言ってんだよ。これ制服だよ。あ、そっかそっか。後藤さん着てるの初めて。確かになんか、いつもと雰囲気違うなと思った。すごい。うん。めったに着ないからね。確かに。もっと着てあげれば？動きにくいからいいよ。あ、そう？なんか似合いますね、制服は。制服。なんかポニーテールがなんかちょうどいい感じで。あんな長いポニーテールと、髪長い女の子ってすごいよね。本当に思うんですけど、なんかこう、髪、溶かすのがすごい時間かかりそうでさ、もう逆にもう尊敬しますよ。俺らでもなんか髪長い、もう、眉毛かかってきたらもううざく、ちょっと、え？あ、ってぶつかったな、今の音。鉄球？砲丸？ちょっと、いや。ちょっと待て。危ない、よげて、もう俺てっきり俺、サッカーボールか野球ボールかと思ったけど、レベルが違えじゃねえかよ。死ぬかと思った。おお、怖え。あぶねえ。おお、怖え。ごめんね。ああ。大丈夫だった？ああ、心が大丈夫だよ。危ないな。当たってたら大怪我だよ。本当にごめん。うん。普段砲丸なんて投げないから、どのくらい飛ぶのかわかんない。だから、あそこからここまで飛ぶのか、すごいな。僕の注意だ。いや、いいよ。もう気にしなくていいよ。当たらなかったんだし。今日は後藤サンデーだね。それにこんなとこまで飛ぶなんて思わないよ。男子顔負けだね。ありがとう。うん。これからは気をつけるよ。うん。危なかったぞ。ちょっとこれはびっくりしたぞ、今、本当に。おー、怖え。敵ガスって音が当たった音かと思って、あ、いてて、みたいな感じで、砲丸なんだもん。鉄の塊。あ、また、お、元さん今帰り？あ、うん。そうだけど。うん。じゃあ、走るの頑張って。制服で走って帰んのか？バイバイ。ああ、まあいいや。だいぶ親しくなってきましたね。なんか、いくみちゃんとも。ま、俺は本田さん。今回ちょっとね、本田さんがいるから。あ、違う。まさかのあやねちゃん。今、帰りなの？ああ、そう。それじゃあまたね。俺、明日デートから早めに帰んなきゃいけねえんだよっていうことで、スルーしていきたいと思います。さあ、とっとと寝て、帰って寝て、寄り道なんてすることはねえんだよ。早く帰ろうぜ。寄り道、でも、河原で誰か会えんのかな。まさかの緑ちゃん、ここで。うん、なんだ、ちょっといい、ちょっといい、まあ、それはスルーしといていきましょう。はい。でさ、うん。なんだって、うん。知ってた？
知らなかった。さあ、スルーしていきましょう。悪いね、みどりちゃん。また今度よろしく頼むよということで、動画のネタがなくなったらよろしく頼むよっていうめたい話させていただくぜ。さあ、明日デートだ、行ってみましょう。まあ3週連続でプールなんでしょうけどね。さすがにちょっと文句の一つや二つ、本田さん行った方がいいと思うぜ。またプー、もう、よかったらまた別の場所行かないみたいな。そういうこと言っちゃっていいんだからね。本当に。女の子も今、もしね、これ見てる女の子いらっしゃいましたら、もしデートだったら、行きたいところははっきり言っていいと思うぜ。男子には。だから、なんだろう、私どこでもいいよっていうのは、ある意味ちょっと男子困っちゃうからね。まあ、嬉しいと言えば嬉しいんですけどね。あなたと言ってどこでもいいよみたいになったら、それはそれで嬉しいんですけど、時々は希望を言ってくれたら嬉しいなっていうのはありますからねっていう話です。まあ男子代表っていうのはいかがなものかと思いますが、この僕俺なんざが男子代表っていうのはいかがなもんですが、さあ、デートしていきましょう。うん、そうよかった。まあリードしてもらいたいっていうのがあるんでしょうけどね、何より。うん、まあその通りだよね。俺も確かに結構頑張って、でも結果的にはマンネリ化になっちゃうんだよな、あんまりデートを重ねると。それだから本当にデートの内容が結構マンネリ化してきて、それでも続くんであればそれこそ素晴らしいことよ、なーんて思います。さあプール楽しもうじゃないか。夏のプール相変わらず思う。このそこのちょっと奥にあるウォータースライダー青色の、これが本格的にもう危ないだろっていうレベルなんですよね。ちょっと大丈夫かな、これ飛び出しちゃわないか。はーい、やってね、その水着。うん、いいね。プールで泳ごうよ。まあ、泳げないんだよね。まあまあ、仕方がない、仕方がない。泳げない女の子、別々にいいと思うよ。その分、俺が教えてあげるさ、いろんなことや、あんなこと。それ以上言うといかんな。コーチしてあげるよ、ってことで。大丈夫だよ、大丈夫。さあ、行こう。楽しもうじゃないか。ご安心ください。おー、やっぱ、綺麗ですね、この絵は。本当に。水のキラキラ感も、本当、女の子が輝いて見える。そうそうそう。まあでも男の子なんでしょうね。好きな女の子は輝いて見えるんですよ。うん。そうだそうだ。うん。そうそう。好きな女の子はね、もう異彩を放って、輝いて見えるんです。周りの女の子と比べて、男からしたら。そういう、それこそが恋は盲目、魔法、恋は盲目、恋愛の魔法といったものでしょうかね。なんて。恋は盲目。それは今言うことじゃねえか。まあいいや。そういうことでございます。まあちょっとロマンチスト、俺はあんまロマンチストじゃないから。でもちょっと結構そういう風に感じたことは何度かある、実際。さあ、まあそういうことは置いておいて、やっていきましょう。少し休もうね。今度ファストフードって行ってみっか、物試しで。あ。あー、ちょっと失敗だったかな。やばい、まあちょっと間違えて、連打しちゃったのもありますし。ファストフード店もあんまりちょっと、本田さん似合わないのかな。合わない、何する？うん。あ、そう、初めてっていうことね。何がいいのかしら。別の店は良かった？うん。ここでいいわ。でも気使ってくれちゃってるね。やっぱ正解があるんだろうな。あ、でも、まあ、なんとか笑顔になってくれた。よかった。うん、なるほど、選択肢はちゃんとあるから大事ですね、こういうのは。まあでも3パターン見れたのは良かったわ。うい。男の人と2人でこうしてるなんて。うん。考えられなかった。そうなんだ。なぜ ?Why? これ結構3度目ですよね。まあ。ここはちょっとやっぱり、スルーしていこう。うん。新しい選択肢はちょっとやめときます。申し訳ないけど。ここはクリアしたいから、やっぱりちゃんと。下手に評価を下げるのはよろしくない。うん。読書したり、うん。花壇の手入れしたり。そう、手入れしたり、いいね。花壇の手入れ。うん、夏野菜を育ててるの。プチトマトね、ちゃんと覚えたよ。もうミニトマトはミニトマト、いまだにちょっとなんか納得していけない。絶対行くよ、もちろん評価上げとくよ。でもさりげなく女の子、あ、なんだ、あ、 R1 ボタンでこれ消せるんだ。なるほどね、そんなことできるんだ。意外と知らなかった。このセリフウィンドウがこうして楽しい2人の時を過ごした。いいね。でそれで本屋さんでも寄るんだっけ最後。確かもう分かってるよ。3回目だもんね。2度あることは3度あるってか。ね、うん。寄りたいところがあるんだけど。おお。
もちろんもちろんいいよ。どこ？本屋さんに。そっか、いいよいいよ。さあ、どんどん行って。最近俺本屋とかツタヤぐらいしか行ってねえな。行こうかな、今度。なんか物試しで。まあ、買う本ないんだけどね、そんなに。よし、さあ、お待たせ。はーい。うん。何の本買ったの？植物の育て方の本よ。ほうほうほう。うん。植物って人の言葉が。人の言葉がわかるのよ。なるほどね。そう言われてるね、確かに。ちょっと、ごめん、カットしていきますね。これ三角、×か。うん？どちらかというと。丸×丸×でちょっと早くできるね。ちょっと失礼します。うん。申し訳ない。もう三度目ですからね。うん。さっさっさ、見ていって。このままうまくいけたらいいですけどね。31日目。じゃあさ、これで次回いきますか。次回最終回になると思います。な、わか、最終回？次回か、あるいはその次か、最終回でございます。だって転校するからね。というわけで次回もお楽しみに。それじゃあ、またね。